よし、じゃあ再開していきましょう。ルセッティやね。ちょっと待って、よし、準備して。さあ続きから、前回は、死に戻りしたとこですね。初日まで死に戻りしましたね。ステータスメニュー画面、2日まで戻っちゃってますね。あと1週間の猶予が、また与えられた感じです。よし、ゆっくりカメラが降りてきて、よし、スキップ。で、証明書を取ると。ムービーがちょいちょいあってスキップ止まっちゃうね。よし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 、これで戻ってまだ2コマぐらい残ってるから、取ったアイテムを売りましょうか。まあでも収支的にはだいぶねプラスだよ。十分十分。で、3日目、もう目的額の半分程度までね、半分近くまでいってるから、うん、いけるいける。あとはもうあるもん売るだけでもいけんじゃないかな。よし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 、どうすかな。まだ売れるものがあるから売っちゃおう。いいね、年配の人が結構多く来てるからお金持ってるよ。職人の探検、これはもう早速売りましょう。誰も装備できないんでね。これぐらい、しょうがねえな。こんなもんでどうだ。よし、おお、なんだこれ。これボスのやつだっけ。これもまあいらないね、全然。これ回復アイテムかなんかだよね。そして竜医がいるんだけども、川の鎧を買ってくれないかな。あー来ないね。お前持ってんだろそれ。折っちゃったのかな剣。いい、じゃあ125で。いいね、サクサク売れてます。まあこんなとこか。で、後半冒険いけるかな。この辺を持って、確かお守りもこれ装備品じゃなかったっけ。一応持ってこう。広場が光ってますね。確か見たイベントだと思うんでね。うん、なんかよく分かんなかったけども、見たということでしょう。で、ここで、あ、ちょっとなんかよく分かんない。まあいいや、冒険に行きましょう。これは装備品だよね。お、魔法防具5、なかなかいいんじゃない。ゆったりサンダルは装備してない、あ、違うわ、アクセサリーの扱いだから、あ、違うな、ブーツだな。まあ、装備できるんだったら装備持たせるに越したことない。よし、これでいきましょう。現在のフル装備で、前回やられたところはもう、あ、いけるようになってる。いいね。確か5回でスライム倒しの、10回であのモンスター倒したじゃん、かば焼きの、かば焼きになったやつね。だから11から15回挑戦してみるか。無謀かな、まだ。いやでもここはやっていこう。ロケハンも兼ねてね。ん、あれ
また外に出ましたね。一回洞窟に入ってそのままどんどん来るか、はい、そう来る、来た、あ近い近い近い、ああダメだこりゃ、これダメだこりゃ、行ったんじゃないかこれ。よし、まあいいよ、なんかやられながらでもノルマクリア、ノルマ達成できるかもしれない。4日目、さあさあさあ、あれ？これですよこれ。ちょっと話全然聞かなかったけど大丈夫か？相手のその需要に応じたものを提示してあげる必要があるな。あれこれチュートリアルちょっと見逃しちゃったかもしれないな。ただ俺の絶対ゲーム感を持ってすればこんなものは感覚で何とでもなるのだ。これぐらいでかいや。あれちょっと逃がした。おどと行きやがれこの野郎。お、いいねこの高いやつ買った甲斐ありましたね。チキショ足元見やがってお前。いいよ、よし。いやーやっぱ店で仕入れたものを売るだけじゃ全然金が増えないですね。もっと頑張んないとね、うん、収支で2000弱だからね。ただまあノルマには追いつくかな。よしよしよしよ、このフロア行くのはまだ危険だよね。まあ今死んでも別に失うものはないか、いけるかな、回復もあるし。よし、めげずにトライしていこう。回復もあるし、なんつったって回復があるからね。あ、そしてボーナス、いいね。前と同じように宝箱は取りつつ階段を見つけたら登っていく直降りスタイルで、死ぬこともあるだろうけども、一番高いアイテムをね持って帰ればマイナスはなく。え、あ、ちょっとちょっと、なんだルーラー、デメリットはなく、まあまあ2コマ進んじゃう、時間は進んじゃうけども、いいものを1個だけ持って帰ればむしろリターンの方が大きいからね。お金は確か落とさないよね、さっき見たところ落としてなかったような気がするから。ちゃんとついてこいよ。で、今2ボス倒してますけど、2ボス倒してますけど、ボスには弱点があるとね信じて頭を使って攻略すれば低レベルでも勝てるんじゃないかなって思ってるから、そこにね希望をちょっと馳せて。まあ、とにかく早くボスを倒すところ2000年しましょう。あーちょっと近い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 、8へちょっと近いわ。来た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 、危ねえ、髪よけ、あちょっとあれ投てきちゃうんかよお前。いい、この触手野郎がね結構動きが早いんでね。ストーカーのようについてくるこの姿勢がすごい嫌だ。うお、蜂3匹やばいて、お前ら罠で死ね。よしよし、登る登る登るぞ。よしよ、だいぶ火だめは少なく済んでます。裸一貫でこんなレベル3のフロアなんか。これどういうゲームなんだろうね。アイテムを育てていくゲームなのか、冒険者のレベルを上げていくゲームなのか、まだ掴めてないけども。
後者だったらまだまだマシだよね。アイテムは失うけどレベルは累積していくからね。あー近い近い近い、見えない。そしてちょ近い近い近い、行き止まり。あ来るか、やべえぞ。ちょ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 、マグロ自重しろ、マグロ。あれ、はいはい、7も食らうかね、石で。もう今かかとに当たっただけだぞ。あ、行き止まり？ちょっとついてないね。ってことはあっちか。テレポートしちゃったのがちょっと痛かったね。心なしか、リュウイ君も顔が真っ赤になってますね。赤らんで。必死さが伝わってきますが。ちょ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 。罠多め？ちょっと待て、なんか今見えない壁があった。うわ、今なしょうがない。どっちに行っても地獄だった。願わくばこっちに階段があってほしいんだが、ない。いやー、ちょっと待て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 、キノコ、キノコはおとなしいからいいね。ちょっと意味不明な行動してるけど、さあ今のところ役に立つアイテムは取ってません。あ、来た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 、階段。まあ、何も取ってないけどしょうがない。さあここを無事に乗り切ればボス。あ、ちょっとちょっと邪魔邪魔邪魔。ちょっとキノコも来ちゃった。キノコは勝手にどっか行くからいい。あ、意外と良さそうな定番の守り。これ結構装備できるんじゃない？なんか硬そうだよね。お土産よりはいいっしょ。ほら、いいね。OK。値段見なかったけど。あ、8、8、8。8、3匹、やばい。ちょっとマグロ。マグロはね、飛んでる敵には効果ないから、何にも、やべ、これ行き止まりだったら俺、死ぬかもしれない。死ぬかもしれない。ちょっと、ちょっと、なんかすごい経験値入っちゃったけど。回復しとこ、使いたくなかったな、こんなとこで。いくつ回復すんのこれ。15、そんなもんか。よし、さっきよりは進んでんじゃないかな。今のね、罠地帯、罠がいい方に作用したからすごい助かったけど、危なかったよ。いや、もうやめとこ、いらんことしないとこ。よし、ボスだろう。あ、ボスいない？まさかの。いや、あの宝箱がボスだろう。ちょっとうがった目で見ちゃうけど、ここがダンジョンの最下部、最下層。正確に言うと少し違います。現時点ではこれ以上先へは進めませんが、次はもっと下の階へ進めるようになると思います。あ、それってどういうこと？このダンジョンは入るたびに形が変わるのです。一説では入った者の力量を測っているのではと言われ、生きているダンジョンと呼ばれることもあります。真相は謎のままですけど。うん、飽きさせないアイデアですね。ダンジョンさんも一人で退屈なのかな。はいはい。誰か、なんかキャラが登場するんですかね。
冒険者を差し詰めダンジョンの暇つぶしに付き合わされてるか。なるほどね。女性かな。その考えいい線いってると思うわ。誰だ。あ、やべえ、これボスじゃねえ、もしかして初めての対人ボス違うな。冒険者の味方になるやつか。私は女盗賊のシャルム。シャルム、あ、探検装備できる系のキャラやか、これやったぜ。いいね、動きも速そうだし、レベル上げ縛り、敵とガチで戦わない縛りの時にはこいつが一番使えるんじゃないかな。させません、帰りなさいっつってね。だったら力ずくで奪わせてもらうよ、盗賊らしくね。ボス戦やないか、やっぱやべえ。対人戦、弱点ないんじゃない対人戦。おい、ちょ待て強えわ。え、動きも速いし、向かってきたらもう避けられないから、ガチるしかないよね。必殺技一回使えるだろ。あれ、あと、ちょっと外した。あ、ちょっと待って、攻撃ボタン間違えた。ちょっと、テンパりすぎ。様子見るどころじゃねえな。何も様子見れてない。あ、全然効かない。そして罠張っていくんだね。よし。敵が突っ込んできたら、先手必勝で攻撃をうまく当てれば、相手はノックバックする。あ、ちょ。連続攻撃はひどい。やべえ、これは。そこまでね、体力相手ないけど、ダメージもしっかり入るし。バッティングみたいなもんだな。よし。タイミング合わせてバットを振るだけの簡単なお仕事。だが、それを、20回ぐらい連続で成功させなきゃいけない。必殺技打ってくんの。よし、そういうのは大丈夫。必殺技打たせて、空振らせて、くんなくんなくんな。あ、来たらもうダメ。来たら。ちょ、待て。よし。よし。いけなくはない。あえダメでした。あ、持てるもん5個までなんだ。それなりに検討できるでしょう。あのボスとの戦い方もなんとなく分かったしね。あとは道中、運さえ悪くなければ、そしてもし可能ならばいいアイテムをゲットして道中ね、いければ。こんなに願ったりかなったりなんだけど、待て、敵多い。さあ、ボスに来ました。再戦。あ、じゃあまたボタン間違えた。何これ最悪。いくつ回復すんだこれ。SP しか回復しないのこれ。アホやん、間違えたん効果。あ、やべ、死んだ。何もできずに死んだ。くそ、この雨。それ死にはしたものの、なんとかね、物も売れて、やっぱ冒険を主体にするっていうよりは、もうね、卸売りでやるしかねえな、これは。おはようございます。この縛りじゃね。おはようございます。落とす。おはす。ところで、今日が返済日ということはご存知ですか？って
レベル3のダンジョンに行かずにレベル1か2でウロチョロね、ちょっとアイテムを収集するんでいいんじゃないってことで、一度行ったダンジョンに行きます。もしかしたらカットするかもしれません。ちゃんとついてこいよ。宝箱を収集して敵を倒さずに帰る、まあ、地道な作業だね、これね。あ、敵多いな、これ。開けろ。あ、ちょっと倒しちゃった。今2匹ぐらい倒した。8だけが。これ一番最初にこのダンジョンに来た時と比べてレベルも大して上がってないから、まあ、苦戦した当初と同じ状況は変わらず同じだと思うんでね、そんなに油断はできないです。でボスがスライムだよね、確か。ボスは復活するのかどうかわかんないけど、1回、2回、いや3回、4回ぐらいだっけ、なんかやられた覚えがあるんでね。ちゃんとついてこいよ。ちょっと待てよ、ボス倒すとさレベル上がっちゃうんちゃうの、上がっちゃうんちゃうの。ちょっと待てよ、ボス出ないでほしいな。そしたらいや、さすがに同じボス出ないでしょう。あ、でもそれじゃ緩すぎるか。うん、これであのボスさ、今ちょっとふと思い出したけど、めっちゃ時間かかったんじゃなかったっけ。1ぐらいしかダメージ与えられずにちま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 やってったって記憶しかないんだけど、甘がっぱ、これ確か高いやつですよ。1400ゴールドぐらいですね。あの町の住民はね、実用品ばっかだけでお宝買わないんでね、こういう雨がっぱとかっていうのが、この布のローブもそうだけど、こういったね実用品がすごい飛ぶように売れるんで、初めのうちはこの辺のやつをね取れればそれが一番良さそうですね。あわよくば自分も装備できるし。どっちだ、どっちか。ハチ3匹来た。危ない危ない危ない、行き止まりだな、これ。なんとなく分かるようになってきたぞ、俺。危ない危ない、小回りが効かねえ。よし、うん、ちゃんとついてこいよ。今のところ順調ですね。ごめん、ちょっと今のは流れ弾で当たっちゃったけど、倒すつもりはなかったんだ。行き止まり。8。あ、いや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 、ライム怖いわ。
なんか弱い敵、雑魚敵っていうね印象の強いスライムだけど、あの色毒持ってるしさ、なんだかんだ言うてね、冷静に考えて物理攻撃よりも毒が一番怖くねっていう。こんなそのファンタジーの世界じゃなくても毒持ってる野生動物はいっぱいいるけどさ、中でも怖いのが、動きを止めるね神経毒で、ヘビが噛んで、神経毒で痺れちゃって動かない獲物を丸飲みにするっていうね、そういうなんか動画とかを見ると冷や汗もんですよね、あんなの。でヘビはね、関節が、顎の関節が外れていくらでも大きいものを飲み込めるっていうね、体も伸縮自在で、牛をね丸々一頭飲み込んだアナコンダっていうのをね、なんか見たことあるんだけど、あっと、そんなこと言ってる間にスライムが出ました。サイゼンですね、これ。やだなこいつとまた戦うの、レベルも上がっちゃうしやな、帰れるもんなら帰りたいけど、そんなことはできないね。そして長いんだねこいつね。どうやって戦うのがいいんだ、こいつ倒すと経験値入っちゃうかな。うわ 長くなりそうだな。まあ、地味ですが、ひたすら切っていきましょう。もうストレス発散みたいな感じでね、こいつとの間合いはほぼ見切ったんで負けることはないでしょう。しかしこいつは弱点ないのかね、その古文みたいなねスライムがなんか気になるんだけど、あいつをぶつけるとかが、いや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 、ひたすら長い、あっと食らった、油断するとね攻撃力だけはでかいからね、こいつ。はいはいはい、半分切りましたね。地味だなこの戦い。
次のターンで決めたい。2、3、4、5、6、7、8、9、はい、終わり。さあ経験値がちょっと入っちゃうけども、まあ、そんなに経験値大きくないね。まだまだ許される範囲でしょう。で上に行くか戻るかで、アイテムもそこそこ持ってるよね確か。あーうんうんうん、回復アイテムもないし戻りましょう。とりあえず町に戻りましょう。さあ単純作業でしたが、まあ、成果はあったんじゃないでしょうか。さあちょっと余裕もできたところでね、酒場に久しぶりに行ってみましょう。酒場でよく冒険者の人を見かけるけど、なんでかな。みんなお酒が好きなの？お酒好きの冒険者が多いのは確かですが、酒場ではクエストの受付も知ってますから。あーこれ見たな。クエストの受付が、受けられるのは冒険者だけだよっていうね、確かそういう展開だったと思います。さあそれでは家に戻り、借金を返済しましょう。今日は頑張ったね。マヒチ、領収書1万ピクス。はい、ぴったり。よしよし、まず一面クリアっていったところでしょうか。はい、これが今週分ですね。おめでとうございます。うん、ありがとう。なんとかここまでこぎつけましたね。今週分は確かに徴収しました。来週も頑張りましょう。ふん。来週もよろしくね、ティア。